アルビレックスタイムズキックオフ。かつてないシーズンとなった今季、それでもアルビレックス新潟は関わる人すべての思いを胸に力強く戦っていきます。キャプテン堀米雄斗選手は現在をどのように捉えているのでしょうか。勝ちきれないゲームが続いている印象ありますけど、負けるような内容のゲームを、引き分けに持っていくことができる、先制されてもしくは2点差つけられてっていう展開からでも引き分けまでは持っていけてるので、そこはチームの中でも自信というか手応えというか、90分しっかりと諦めずにプレーを続ければ2点差3点差は追いつけるっていう自信は一つありますけど、そこから昇格っていうところに向けてはやっぱり勝ち切らなきゃいけないので、まず失点しないこと、自分たちがボールを持って主導権を持ってプレーしたい中で思わぬ奪われ方をした時とか、ゴール前での個人個人の対応だったり、そういう粘り強さっていうところはチーム全体として足りないなっていうふうには感じているので、一人一人がやっぱり意識高めて体を張ってゴールを守るっていう、その最後のところの、強さっていうのは改善していかなきゃいけないポイントかなと思います。ここ数試合は、失点も減ってきて、ただそうなると逆に得点も減ってきてるので、そこのバランス、どれぐらい自分たちが攻撃に、意識を持っていけるのか、そこがもう少しこう噛み合ってきたら、一気に流れが来るのかなっていうふうに思うので、今はこうみんなで耐えながら、バランスどれぐらいの意識でやればうまくいくのかなっていう、そこが今取り組んでるところですかね。およそ半年で41試合を行う2020シーズン、過密なスケジュールの中でどのように戦っていくのでしょうか。もともと今年は人数少ない編成で、全員にこうチャンスが来るっていうのは監督も、シーズン始まる前から言ってたので、こういう日程に改めて決まった後はもう本当にとにかくローテーションしながら1年戦うっていうふうに毎日言ってるので、ゲームゲームで、いろんな選手が出るっていうところに関しては、全く問題ないかなと思います。リカバリーの意識はすごく今年高まったかなっていうふうに、試合後の、アイスバスっていうかなり冷たいお風呂に入るんですけど、それは気を使ってやってるところですし、アウェイでは移動がすごく長いので、関東だとやっぱりほぼバス移動で、5時間ぐらいは見なきゃいけないので、リカバリーソックスだったりいろんなものをこう試しながらできるだけその負担を、移動の負担を減らせるようにっていうのは例年以上に気を使ってやってます。そして今シーズントップチームを率いるのはスペイン人のアルベルト監督。やはり日本人監督とはいろいろな違いがあるといいます。一番違うのはやっぱコンディショニングに対する考え方というか、1週間のこう試合に向かっていく流れ、練習の負荷っていうのは今までよりは軽いというか、そこまで激しい練習を長い時間やるようなタイプではないので、コンディショニングっていう部分は、ある程度、そのやり方を踏まえながら自分でやるべきところはやっていかないとなかなか難しいのかなと思います。より短い時間で集中して質の高い練習をしたいっていうような考え方なので、相手をしっかり分析してそれをまず自分たちにこういう相手だっていうのを伝えてくれ、そして、それに対して自分たちがどうゲームを進めていくのかっていうのは、試合前にかなり練られてるというか、戦術が毎試合システムも少しずつ違ったりするので、その要求にどれだけ自分たちで応えていけるのかっていう、過密日程になって1試合に対する準備期間が本当に2日とか、1日の場合もあるので、その1日2日で自分たちがどれだけその要求に応えられるかっていうのは
今年の大きなポイントかなと思います。あのスコアとかにもよるんですけど、まあ、まずはでも、サイドバックより1個前のポジションで同じように激しく守備をしてほしいっていう、自分の場合は守備を求められてのサイドハーフだったりするので、残り15分で試合を締めてこいとか明確なこう任務を渡されてからゲームに出るので、自分の中ではいろんなポジションでプレーできることにすごいやりがいを感じてます。すごくコミュニケーションを多く取る監督だなっていう、まあ、そこに対してガンガンいけるような選手とそうじゃない選手もいるので、まあ、そこの空気感というか、監督がこうグイグイ来てくれるんだったら、まあ、同じようなテンションでやるのがいいチームかなと思うんで、特に若い選手こう秋山とかは行きますね。結構喋ってるかなっていう、スペイン語に対しての意欲もかなり高いので、もともとヒロキはバルサが好きで、まあ、そこから来てるスタッフ陣なので、もともとすごい喜んでましたけど、より自分からうまくコミュニケーション取ってるなっていうふうに思います。スペイン語日本語が飛び交ってますけど、かなりスピーディーにこう通訳が成り立たせてくれるので、そこのコミュニケーションっていうのは本当に潤滑に進めてくれてるなと思います。元気が欲しい時はパパパパッとマグロ丼。今日はおしゃれにパパパパッとマグロのカルパッチョ。最高な気分でパパパパッとマグロのお寿司ケーキ。アレンジいろいろ、アルビマグロ。マグロをもっとあなたのそばに、山崎食品。ホーム開幕戦の明治安田生命 J2 リーグ第3節、ツエーゲン金沢戦は観客のいないリモートマッチでした。雰囲気は独特なものがあるし、アルビはホームの大声援をすごく力にしてきたというか、助けてもらった、武器にしてきたチームなので、それがなくなるっていうのは、他のチームより、影響は大きいのかなっていうふうに、ある程度想定はしてましたし、まあ、でも想定してた以上にやっぱりこう難しい、いつものビッグスワンじゃないなっていうのは思いながらやってました。独特な雰囲気の中で行われた金沢戦、選手たちを後押ししたのはダンボールサポーターのアルボール君。ビッグスワン広いのでかなり、サポーターの顔までは認識できない距離感だったので、まあ、ただ、まあ、そこにサポーターがいると思っていつも通り全力でプレーしようっていうような思いではいたので、すごく感謝しています。続く第4節、松本山雅 FC 戦は入場者数5000人制限での開催となりましたが、3500人を超えるサポーターが殿下ビッグスワンに駆けつけてくれました。やりやすさは圧倒的に、感じましたし、いいプレーに対してすごく素直な反応もらえるっていうところで、ちょっとしたロングパスが通るだけでこう拍手をくれてたので、サポーターの皆さんの反応をしっかりとこう耳で感じながらプレーできるっていうのは、まあ、それだけでもすごいありがたいことなんだなっていうふうに、はい、まあ、だから今までこう大声援を背にプレーしてた時はどれだけ幸せだったのかっていうのを改めて感じてます。勝った試合はみんなでああやって一つのこう景色を作り上げるっていうところは、まあ、ホームで試合してて、勝ってあそこを一周する時が もちろん一番幸せな時間なので、まあ、これからもホームはやっぱり勝って、皆さんを笑顔にして家に帰ってもらいたいし、ホームの勝ちに対するこだわりっていうところは自分たちは本当に強く持って、応援したくてもできない人もいる状況なので、まあ、新潟でやる試合に関しては本当に特に結果にはこだわって、苦しい状況の中応援に来てくれた人をとにかく楽しませて家に帰すことができればなと思ってます。当たり前と思ってたことに対して改めて感謝できる、そういう考え方をもう一度改めるいい機会だったので、まあ、その中から少しでも学びに変えて自分たちのこれからにつなげていかなきゃいけないので、
よりこうプレーで表現できればなっていう、本当に言葉だけじゃなくて自分のプレーで見せていきたいなと思います。今季シルビーニョ選手と共同キャプテンを務める堀米選手、その役割と責任はこれからさらに大きくなっていくと考えています。全員が気持ちよくサッカーできるよう、監督から求められてるのはやっぱそこですし、自分としても選手がこう抜けたり新しく入ってきたりっていうのが徐々に出てきてる中で、チームの一体感がすごく大事っていうふうにシーズン前から自分は言ってきたんですけど、まあ、とにかく早くチームに馴染んでもらいたいし、誰が抜けても誰が入ってもこのアルビレックスっていうチームのカラーは変わらないように、大事にしてきたものは、レンタルの選手であろうがここに入った以上はやってもらわなきゃいけないし、一番はそこかなと思いますね。何かあったらみんなこう自分にまず言ってきてくれるので、まあキャプテンといえばキャプテンですけど、まあパシリといえばパシリみたいな、はい、まあ、監督といろんなチームの規則を交渉するのも自分ですし、監督は自分をこう信頼してキャプテンという役職を与えてくれたので、いろいろこうみんなの要望と監督の方針が違うことはやっぱり国が違うので文化の違いとかもあるんですけど、まあそういうところを話し合って、うまくチームを回せたらなと思ってます。キャプテンとしてのピッチ以外での裏話も教えてくれました。サンダルで食事会場に現れるのは基本今までダメだったんですけど、まあ監督がサンダルで来て、え、サンダル OK なのみたいな、まあそこででもただ選手がそれをやってだらしないチームになるのも良くないなと思うんで、まあまあ監督はいいと思ってるけど、まあ今まで通り行こうよとか、まあサッカー選手なんで足は守らなきゃいけないし、まあ監督がサッカーするわけじゃないので監督はいいけど、うん、っていうところはあります。改めて今シーズンの目標をお願いします。まあ数字にはやっぱりこだわってやっていきたいなっていうふうに思ってるんで、去年以上のアシスト数っていうのは出したいなと思ってますし、まあできれば、公式戦で点も取りたいなっていう、まあもちろん自分のポジション的にまずは守備で貢献しなきゃいけないっていうところもあるので、その数字的な目標だけを見て、バランスを崩してプレーするのは違いますけど、まあより攻撃で他のサイドバックと違いを見せれたらいいなと思ってます。まあゴールはそんなに取れる選手じゃないので1取れたらいいかなと、まあ、アシストはまあ、2桁乗せたいなっていうふうに思ってます。守備はかなり求められてるなっていうふうに感じますし、監督の起用を見てても、まあ、大地君がサイドバックやったりっていうのを見てると、やっぱりサイドバックに守備力っていうのはかなり求めてるなっていうふうに感じるので、そこは自分の課題として、しっかり取り組みつつ、まあ、攻撃でもいい結果を出せればいいかなっていうような考え方です。なかなかこう思うように応援できない、制限がついたりっていうような中ですけど、自分たちは、新潟をしっかりと元気づけられるような結果っていうのを出していかなきゃいけないと思ってますし、今までこうどれだけ支えられていたかっていうのをすごく実感しているので、まあ、見に来れない方のためにも、テレビ越しでも伝えるような熱いプレーをしたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。